た？ふっふーん。だってセリアママの話をちゃんと聞いてたもの。好き嫌いはしないし、それに毎日ちゃんと寝ていい子にしていたのよ。へえ。じゃあ私もママの話を聞く。どうしたの？おかしなところでもあった？どう？メイ、こんな風にみんな記憶の中のままなのよ。そして私も彼らの記憶のまま。年上もいるし、お姉ちゃんと呼んでくれる子もいる。みんなちゃんと覚えてる。そうよね。